はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、海外のね、変わったフィギュアを紹介していきたいと思います。まあね、その前に、ちょっとね、自分がちょっとネットで調べてね、めちゃくちゃ早く欲しいっていう商品が見つかったんでね、ぜひご紹介してみたいと思います。はい、こちら。はい、今ね、画像出てますけれども、こちら、スーパーサイズの悟空。これすごくないですか？めっちゃ敵良さそうなんですよね。カメハメハを撃つところで、まあ、多分ね、これエフェクト光るんでしょうね。うん、まあ、一応、まあ、試作段階なんでね、製品版がどうなるのかはわかりませんが、一応、メガハウスから出る予定です。しかもね、メガハウス、これコラボなんですよね。うん。そのコラボが海外のね、有名なフィギュア会社、プライムワンっていうところですね。そこと、コラボして出すみたいです。このプライムワンスタジオっていうフィギュア会社なんですけれども、めちゃくちゃクオリティ高いんですよ。海外のね、洋画とかのね、フィギュアをよく作ってますね。トランスフォーマーとか、ジュラシックパークとか、あとアサシンクリードとかね、そこら辺の洋風系を手掛けてる会社ですね。特にね、オプティマスプライム、トランスフォーマーのオプティマスはもう30万ぐらいしますね。そんぐらいのめっちゃくちゃ高いところです。まあその分でかいんだけどね。60から70センチぐらいあるのかな、フィギュア自体が。うん。だこの悟空も実際見てきてないんでわかんないんですけど、結構大きそうですよね。うん。だから多分自分の予想だと、まあメガハウスが中に、まあ入ってるんで、まあそこまで高い値段設定はしないと思うんですが、多分おそらく7、8万ぐらい。はすると思いますね、自分の予想では。うん、まあでも絶対これ買えますよ、出たらね。はい、ということでね、まあ先に別の、ドラゴンボールのフィギュア紹介しちゃいましたが、今回ご紹介する、商品はですね、こちらになります。はい、ゴジータですね。じゃない、これじゃない、これじゃなくて、はい、こちら、はい、6、はい、これ、このフィギュアなんですけどもね、これがね、結構なんかね、おしゃれかっこいいっていうの、うん、ストリートマスクっていうやつで、まあ、自分がよくね、前にもね、紹介してますね。海外の、クールなフィギュアっていう感じで紹介してます。前回ご紹介したのはこちらですね。これもかっこいいよね。6ビジョン、これなんだっけ、6ビジョンだったかなんだかわかんない。これだな。それのシリーズなんですよね。で、これパーカーとかもあるし、これちゃんとね、こうボタンで外せます。脱げるしね。まあ、可動域もすごいあるんでね。で、金属バット持ってるんですけど、こういうね、すげークールなフィギュア。うん、まあ、ポーズも自由自在みたいな感じのね。はい、このシリーズを受け継いでる感じのフィギュアですね、こちらもね。はい、なのでちょっと開けてみましょう。はい、結構いい箱に入ってますね。はい、実際こういう感じの絵です。スケボーを持ってますね。うん、まあ一応あのね、デザインっていうかモチーフは青天大聖、はい、孫悟空ですね。それをモチーフにして作ったみたいです。で、一応ここにね、サインとシリアルナンバー299、すっげえいい数字、あと1つで300。
で、作者のサインですね、直筆ですね、300体限定、はい、で開けるとこうポストカードだね。お、これね、青いやつと赤いやつがあるんだよね、2種類あるんですよ。あ、今回自分は青いやつを買ったんですけれども、この赤いやつも欲しいね、うん、後ろにこういうね旗を掲げてるんですよね。まあ青いのはね、こういうなんかちょっとタペストリーみたいなこういう旗なんですけれども、はい、で、肝心の中身を、はい、いやもういきなりこうスケボーが出ましたね、スケボーが。リュックすげえリアル、超よくできてる。何これ、本物のリュックみたい。外せんのかな、外せないのか。あ、外せる。お、すっげえ、何これ、こんなちっちゃいのにすげえ外せるよ。お、入る、なんか入れられんじゃんこれ、すっげえ、何これ。で、手パーツ、でかいね、手パーツが2種類。お、これはなんかすげえ、車両図、よいいね。で、両側も一緒ですね。で、なんかこれは初回限定版らしいのでね、こちらの通常のね、マスク、通常のマスクに、クリアのマスクもついてますね、うん、後ろはこうグラデーションでクリアになっている、はい、こちらのマスクもついているという初回版なので、いいね。で、本体はというと、はい、これまたすっごい外人さんみたいな、まあ、海外フィギュアなんでね、まあ、海外のメーカーが作っているんで、はい、まあ、これもフードついてますね。これもフード多分かぶせられますね、ほら。うおー、かっけー、おしゃれだね。で、これジッパーは、これはつけれるのかな、実際に。あ、つけれないか、さすがにそこまではできないのか。だね、6、はい、で上を外すと、こういう感じで旗がついてますね。うわー、すげえな、台座二重になってる。うん、これはなんだろう、
スーパーバー、これは要はあれですね、匂い棒っていう感じのあれですね。スーパーバー、普通に訳したら超棒超棒、これとこれを合わせるんだね。これはね、多分こうやってこっちだね、こっちだと、ああそうだね、こうやって合わせる感じだ。でもう一個あるんで、もうすっげー長くなった。はい、これでほいほいほい、すごい。はい、で旗、すげー耳台、奥に背、でこれはなんだ、猿、なんていうの、背、これも合点、これとこれで背点だろ、でこれとこれで体勢、背点体勢、はい、こんな感じですね。一回ちょっとね、組み立ててね、見てみたいと思います。はい、やっと組み上がりました。結構いろいろ苦労しましたね。これといった説明書がないんで、拾い画像からね、ちょっとつけてみました。でね、ちょっとポージングももうすでに決めてありますんで、ぜひね、見ていきましょう。こちら、じゃじゃん、まずスケボー、はい、でこういって如意棒がありの、じゃじゃん、はい、こういう感じですね。横にゴジータ、ゴジータがいるけど、あ、比較すればわかるね。うわー、すっげーシャレオツなフィギュアっすよ。晴天大聖、すごいね、細かいのよこれ。スケボー模様もできてるしね、もうすごいね、小物類が細かい細かい。でリュックもこんな感じでね、はい、はい、いやこれめっちゃいいわ。ほんとこのシリーズはね、ほんと大好きなんですよ。可動フィギュアとしてはね、すっごいよくできてる、めちゃくちゃね細かいね作業が。あー、さすが検定数限られてるだけあるわ。いい仕事してますねこれは。はい、まあ一応ね、他にも手パーツとかあるんですけど、まあ、ポージングもね、すんごいいろいろポーズ飾れるんですよ。それはね、ちょっとこの広い画像ですけれども、見本としてね、ご紹介しておきます。画像をね、これから、パパーっとね、出していきます。こんなポーズがつけれるよーってな感じでね、出していきますんで、それを見てお別れしたいと思います。ではね、今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。